ないし、うん、陸岸では作業船がかすかに確認できる程度です。通訳して防衛省によると高波の影響で中止に。今日以降波の状況を見ながら引き上げ作業が再開される見通しです。日軍のあたり9600円を突破、金の販売価格が過去最高を更新しました。
橋トンネルか。トンネル多すぎるね。
り坂だから今ニュートラだから、うん、俺ニュートラが欲しいんだよ下り坂は。でも蕎麦屋みたいな看板がある、うん、あ、道の駅か。そう、道の駅か。あ、バイクとかいるじゃん。道の駅下郷まだやってないね。まだやってません。行くとなんかあるね。まだね、朝早いからやってません。まだやってません。お、いいのがありましたね。いいのがありましたね。いいのがありましたね。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。
起きたか。